6月29日、オラクルパークで行われたサンフランシスコジャイアンツとロサンゼルスドジャースの試合で、大谷翔平は圧力に満ちた雰囲気と理解しがたい審判の判定に直面しました。試合の最初の打席で、大谷は審判の議論を呼ぶ判定で三振となり、3試合連続ホームランの快挙を達成することができませんでした。最初の打席から、大谷は難しい状況に直面しました。 彼の名前が呼ばれると、オラクルパークの観客は、一斉にブーイングを送りました。ジャイアンツのピッチャー、ローガン・ウェブは、巧妙な投球を見せました。ウェブの最後の投球は、明らかにストライクゾーンを外れた、ツーシームの速球でしたが、審判はそれをストライクと判定しました。大谷は不満を示し、首を振り下を出して、苛立ちを表現してから、ベンチに戻りました。オラクルパークの観客は、大谷の各プレイに対して、強い反応を示しました。 ウェブがストライクを投げると、観客は一斉に拍手し、歓声を上げました。大谷が三振すると、一部の観客は立ち上がり、勝利を祝うジェスチャーをしながら叫びました。スタジアムの雰囲気は、緊張感に満ち、大谷にとっては、大きなプレッシャーとなりました。通常、外れた投球が、ストライクと判定されることは少ないです。大谷が三振した三球目の投球は、明らかに外れていて、ストライクゾーンから約二球分離れていました。 それがストライクと判定されれば、どんなバッターも困惑するでしょう。ストライクゾーンが、プロより広い高校野球の審判でさえ、それをボールと判定するでしょう。確かに、MLB は豪華な舞台です。審判がホームチームのジャイアンツに偏り、大谷が3試合連続ホームランの記録を達成するのを妨げるために、この判定を意図的に行ったように感じます。明らかにボールである投球がストライクと判定されれば、試合のバランスが崩れます。 前回は審判が死休と判定して運が良かった大谷でしたが今回はそうではありませんでした審判はこれが歴史的な打席であり大谷が MLB の歴史で4人目の3試合連続ホームランを達成できる機会であることに気づいていないようですいずれにせよ今日の審判はパートタイムの従業員であり経験やスキルに欠けることは避けられないという噂があります大谷が記録に挑む時にこのようなひどい審判に当たるのは本当に残念です 明らかにボールである投球がストライクと判定されると、両チームは受け入れることができませんし、ドジャースだけが影響を受けると、審判を買収したのではないかと疑われるでしょう。確かにそうとは言えませんが、そのような判定は、試合を台無しにしています。通常、ストライクやボールの敏感な判定について、審判も人間だと思っています。しかし、この打席の最後の状況では、 これはさすがにひどすぎると思わずにはいられませんでした。大谷の性格からすると、彼は審判を責めることはせず、次の打席に集中するでしょう。次の打席で、彼がリベンジするだろうと感じます。こんなにひどい審判は、久しぶりに見ました。その投球が、ストライクと判定されるなら、審判はやめた方がいいです。そのような外れた投球がストライクとされるなら、審判の仕事は、本当に簡単です。それは明らかにボールでしたが、ストライクアウトと判定されました。 そのような判定を見ると、ロボット審判を使用する方がいいと思います。メジャーリーグの審判は、そのリーグの最高のレベルに、ふさわしいものでなければなりません。選手のレベルに追いつかない審判は、交代されるべきです。人間の目で判断することは、限界に達していると思います。今日の会審判は、本当にひどくて下手でした。これは、会審判が十分に訓練されていないことを示しています。AI 審判に迅速に切り替えないと、野球の魅力が失われます。 早く AI を使って、より正確な判定を行えるようになることを期待しています。韓国では、すでに導入されていると聞きましたが、精度はまだ高くありません。ミスキャッチの状況では、ボールはキャッチャーミットと逆方向に進み、正確でない変化球のようでしたが、審判は少し遅れてストライクの判定を下しました。テレビの映像では、ボールがストライクゾーンを外れているのは明らかで、それは大谷にとって、非常に不利な判定でした。 先頭打者からの3試合連続ホームランが不明瞭な判定で止められたのは本当に残念です。彼の2回目の打席は最初のボールが外れていたにもかかわらず審判がストライクと判定しました。そのため次のボールが同じ位置に来た時彼は打たざるを得ませんでした。最初のボールが外れていると判定された場合カウントは3ボール0ストライクになります。しかしなぜか見逃しで三振と判定されました。メジャーリーグの幻想的な出来事です。 この審判は本当にひどいです。これにより大谷のリズムが乱れる可能性があります。2打席の中で明らかにボールである3つの投球がストライクと判定されました。判定が一貫していればまだ良いのですが、毎回違い、ある時はストライク、ある時はそうではありません。どうしてこのような大きな大会で主審を務めることができるのでしょうか実際、日本の審判の方がはるかに高いレベルのように見えます。審判は2度も外れたボールをストライクと判定しました。 特に、最後の投球をストライクと判定することは、明らかに意図的であるように見えます。それが単なるミスであれば、人間は誰でも過ちを犯すことがあるので理解できますが、意図的であるならば、本当に興味を失い、見続けたくなくなります。第1球と第3球の両方がボールです。内も外も広くて、一体何が起こっているのでしょうか。それだけでなく、フリーマンの3球目は明らかにストライクでしたが、ボールと判定されました。審判は大谷を嫌っているのでしょうか 全世界ではないにしても説明できない判定が続く場合、スタッチャストのデータを参考にしてチャレンジのようなルールを作成し、クレームを解決することはできないのでしょうかそしてこのデータによる判定変更の回数が多い場合、その審判は一定期間解雇または除外されるべきです。今日では唯一の審判の判定に依存することは時代遅れであり、野球をより魅力的にしなくなります。両方の打席が明らかに大谷に不利でした。 このような判定は感染の興味を減らします。メディアは強く批判すべきであり、審判は自分の誤りを認識すべきです。その後、最初はストライクとされた投球がボールに変更されました。今日の主審の判定は不安定に見えます。このような判定はアマチュア野球の審判よりも悪いです。アマチュア野球でもこのような審判は排除されるでしょう。メジャーリーグの審判ほどいい加減な判定はありません。今日の審判は輝いている大谷に君を自由にさせない。 この試合をコントロールするのは私だと宣言したいように感じます。これは本当にひどいです。これは難しい判断ではありません。それは完全に誤った投球です。どうしてこんな判定でメジャーリーグの審判を務めることができるのでしょうか。今日、大谷はブーイングを浴びました。しかし、ブーイングを受けるのもスターの地位の一部です。だから、大谷の精神はそれほど影響を受けないと思います。 この試合の前に、大谷は連続して2試合でホームランを打ち、この試合でも得点すれば、MLB の歴史で4人目の3試合連続ホームランの偉業を達成することになります。しかし、議論を呼ぶ審判の判定により、大谷はこの機会を失いました。早く AI が実用化され、不明確な部分を最大限に排除して、公平性を確保してほしいです。見ていると、本当にがっかりします。 ジャイアンツの観客からの強い反発は、両チーム間の緊張関係と、大谷をめぐる競争の歴史によって説明できます。昨年の冬、ジャイアンツは大谷を勧誘しようとしましたが、失敗しました。大谷が連続して輝き、記録を破ることで、対戦相手の観客からの反発の対象となっています。第2打席で、大谷は再びローガンウェブの難しい投球に直面しました。 明らかにストライクゾーンを外れた、ツーシームの速球がストライクと判定され、大谷は困惑して首を振りました。大谷はカーブボールをセンターに打ち返しましたが、ショートストップの見事なプレーにより、際どくアウトになりました。大谷には、この試合で挽回する多くのチャンスがあります。最初の打席で三振したにもかかわらず、彼は次の打席で、さらに強く戻ってくることができます。審判の判定は疑わしく、それは大谷の連続記録に大きな影響を与えました。 MLB が、早急に審判の改革政策を打ち出し、質の低い審判を排除して、公平な試合が行われることを望みます。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で、話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。